どうも、夏目漱石の生みの親、夏目漱石シニアです。お願いします。珍しいですね。ジュニアとかやったらわかるけど、自分の子供にジュニアとかわかるけど、子供のことを見越して、夏目漱石シニアを名乗っています。今日ご覧の通りなんですけど、しんどいです。なんかね、あんなに楽しそうな顔をしてたのにね、前の動画、しんどいです。何がとかじゃないですけど、しんどいですね。なんで、その画面も、こう、半分で、もうやります、このまま。なんですかね、こう、話半分じゃないけど、この画面半分みたいな感じで、思ってください。なんか、そう、月の満ち欠けみたいな、ああ、月、ね。月夏目漱石かな、やろそのね、月満ち欠けとかありますから。必ずしもいつも全画面ではなく、半画面の日もあるよという、ことですね。半画面で思い出したけど、昔、テレビでさ、昔何年前 ?10 年前、15年ぐらい前、2画面っていう機能ありましたよね。あ、何？いる？こっちを見な、そう、両方見れるみたいなね。すごいデッドスペース起きんねん。わかる？この、その縦横のアスペクト比があるからさ。で、こっちメインで見て、こっちサブで見るみたいなね。わけだから、ちょうど二分割で見るんじゃなくて、なんかこうね、すごいデッドスペース。あれ、なんやったのね。二画面ありましたね。二画面。なんのために、そんなテレビ見たかった。今もあるんですかね、2画面ちょっとあったら教えてください。今ね、ピクチャーインピクチャーでね、ツイッターしながら YouTube 見るとか、まだわからんでもないけど、この2個映像を見るみたいな。しんどいです、毎日しんどい。なんもないです。うん。何がダメなのかわかんないですけど、しんどいですね。仕事はね、いいんですよ。僕スクラビングバブルの座付きの作家やってるんですけど、まあ、安泰な仕事かなとは思うんですけどね。そう、仕事以外で、ね、おとといとかもね、お給料日やったんですよ。やねんけど、なんか別に欲しいもんとかもないし、みたいな。なんか、マクドナルド食べました。ウーバーで。ぐらい。ね、しかもなんかその、ウキウキマクドじゃないね。今日お給料日やし、マクド。しかもウーバーでやっちゃおうみたいな、なんかそんなんじゃなくて。9時過ぎぐらいに、ちょっとね、こう、スマホ見て。まあ、マクドでいいかな、ぐらいの。なんかわかる？この守りのマクドというか、なんですかね、保守のマクドというか、わかります？なんかこの、こうやって組織とか滅びていくんやなっていう、なんかこの、ああ、もうマクドね、みたいな、ああ、オッケーみたいな、なんかそんな感じの、マクドの食べ方して、で、ウーバーで届いてやで、なんか照り焼きやったかな、照り焼きかなんか、こう、食べて、なんかこう気に入らんかったよね、なその食べ方というか、なんか、レタスの感じとか気に入らんかったよね。この、ああ、なんかここじゃないなって思って、別のところから食べて。逆ミッキーみたいになって、で逆ミッキーみたいなの食べてる自分が嫌で一回置いた、だからほんま、サミュエル・エル・ジャクソン以来の、ハンバーガーちょっと食べておくっていう、だから西洋逆、東洋のサミュエル・エル・ジャクソンとしてやっていこうかなとは思いますけどね。なんもないな。リップグリップの岩永さんと、この間、お食事行かさせてもらいましてね。エロゲーとか AV 買うことを仕事って言ってました。僕は別に実際あったことじゃなくて、夢なんですけど、なんかこの言い方あったけど夢ってことにしといてねって感じやけど、マジで夢なんですけど、薩摩川さんとね、高速道路を歩く夢見ましたね。いやー、
盛り上がった、あれは盛り上がりました。うん、なんかあるいはあのサバイバルものとかさ、あのゾンビものとかの映画でなんかこう高速道路を歩くみたいなシチュエーションあるじゃないですか。あのわかります、あの何やっけ、あのサバイバルファミリーとか、あと何やろね、まあ、あの全然思わなかったネットフリックスのあの日本沈没のアニメとか、あんな感じでこうバーってあれしてたんですけど、それはそれとして、今思い返すとないけど、それはそれとして、あの夢特有の足取りの重さ、水の中歩いてんのかなみたいな、この足取りの重さあってんけど、邪魔やなあれ。せっかく夢でもね、薩摩川さんとなんか2人で仲良く歩いてんのに、なんかこの一個枷を強いられてるというか、あれ邪魔やったな。これ何を暗示してるんですか、どういうことなんですかね。その薩摩川さんもまた水の中を歩くかのような重い足取りを歩いてるってことでしょ。なんかそれはちょっと縁起悪いな。なんか違う、なんかすいません、なんかすいませんって感じですね。うん、いや、まあ、繰り返し言いますけど、しんどい、なんもない、なんもない。うん、あの友達に、ちょんまなんもないと。YouTube やり始めてはいいものの、ほんまなんもないんで、なんか喋ることないって変な聞き方だけど、何喋ったらいいみたいなことを相談してたら、あの僕が、千田が千田になる前に、18、19の頃、僕が大学行く前、行けなかった1年間空白の、まあ、いわゆる浪人生の時間、あの時がちゃんと尖ってたねって言われてたんで、まあなるほどな、確かに俺はあの、うん、京都のホッチキスと呼ばれていました。もう尖りすぎてね、あの祇園祭りの上立ってたもん、うん、尖りすぎて、行列できてたもん、あのエアマックス欲しい人で尖りすぎて、なんでその時の話をね、今日はあれですけどまたしようかなと思いますが、ちょっとほんま尖りすぎて面白くできるのかどうかっていうところが、ちょっと若干の不安がありますけどね。こう誇張抜きなんかな、誇張ありなんかちょっとこう各々で判断していただけたらなと思うんですけど、あの気になるやつのドクターマーチンの黄色いとこバーって黒く塗ってました。